次の現場遅刻じゃないですか。はは、そうだな。悪いけど、こっから徒歩で向かってくんね。ああ、もう最低。だからもうちょっと余裕持たせていこうって言ったのに。悪かったよ。そこの路地裏が近道ね。なんとか間に合ってくださいな。女の子一人であんな路地裏通れって言うんですか。大丈夫よ、昼間だし。ほんとありえない。帰ったら社長に言いつけてやりますから。うほわ、サラちゃん、それは勘弁してもらいたいんだが。俺がサラと出会ったのは半年前。当時俺はそこそこ人気のあったこのマネージャーとして活躍していたが、そのことそりが合わず、また職務怠慢が理由で担当を外されていた。お茶沼だ、ちょっと来い。あ、はい社長。何のご用でございましょうか。何のご用でございましょうかじゃねえだろうが、一人で服でくつろぎやがって、いいご身分だな。すんません、すんません。それより沼田、てめえは今日からまたスカウトからやり直しだ。いい子見つけるまで当分帰ってこなくていいから。ああ、やっぱそうですよね。ギャラも減っちまうんでしょ。当たり前だ。だが、心配いらないだろう。お前のことだからな。お前は可愛い子見つけてくるのだけは一丁前なやつだ。いやそれほどでもありませんよ。うちは結果主義だ。どんな手を使ってでも結果あげろよ。でなきゃてめえは用済みだ。うす。わかったなら、行け。こんな俺だって当初はやる気と期待に満ちたマネージャーだった。マネジメントしてタコが表紙に飾った時はそりゃ自分のことのように喜んだもんさ。どうしてこうなっちまったのか、自分でさえもわからない。いつしか、心の底から応援してやりたいって気が失せた。そもそも俺なんかが誰かの世話役なんて性に合わなかったのかもしれない。飯行くか。いい子見つけてくるまで帰ってくる中、社長も人が悪い。モデルが務まる子なんてそう簡単に見つかるもんじゃない。それに俺自身やる気がないのだ。仕事辞めたい。もういっそ辞めてやろうかと。後のことは考えてないが、とにかくこの息の詰まるような仕事からおさらばしたい。ははなるほど。俺にもやっと月が回ってきたか。そこの君。はい、私ですか。うん、そう。いかにもモデルの素質を秘めてそうな君だよ。え、いきなりなんです。もしかしてナンパですか。あ、いや全然そういうつもりじゃ。俺はこういうもんです。はあ、モデル事務所の方ですか。そうなんです。ここじゃなんですし、どこか落ち着いて話せるところにでも。私そういうの全く興味ありませんので。いやですから、私モデルには興味ありませんし、それに大学の講義とかが忙しいですから。あははそうなんですね。でも、せめてお話だけでも。すみません、これから急ぎの用事が。それでは。おお、お願いしますよ。いやー、なにいやー、ついてこないでください。ちょっと待ってよ、何も逃げることはないじゃないか。ねえ、一旦落ち着こうよ。いやー、うわー、さや助けて。そんな怯えなくたってよくない。何も危害なんて加えないって。こら、何もしないだろう。じゃあ、うわあ、せめて君の連絡先だけでも教えてくれないかな。あの人です。さっきから私のこと追いかけてくる人は。あいつがこんな可愛い子ちゃんを追いかけ回してたという変態ですね。こんな可愛い子ちゃんを追いかけ回すなんて、てめえは死刑確定だぜ。死刑なんて生ぬるいぜ。俺たち3人で死刑以上の地獄を味合わせてやる。あ、いや違うんです、これはただの勘違いで、別に俺はやましいことするつもりなんてないんですよ。お前みたいな人間が怪しくないわけがないだろ。くっくそー、まあてー。はぁ、疲れた。あの人しつこすぎよ。私がそんなモデルなんてできるはずないじゃない。はもうダメだ、この歳でこんだけ走るのはきついって。もうしつこい。どこまで追いかけてくれば気が済むんですか。待ってよ、もうお互い走るのはごめん被るだろう。そこで立ってるだけでいい。この位置で話そう。私絶対やりませんから。どうして。どうしてって、嫌だからですよ。やりたくないことにいちいち理由なんて必要ですか。そりゃまあ確かに。それなら何か欲しいものとかないの。ありませんよ。本当にかい。正直に言ってもらっていいんだよ。おしゃれなお洋服をたくさん着てみたいとか。別に。お、それに大学にも通われてるんだよね。学費とかどうなの。一応奨学金を。なるほどね。お金には困ってるんじゃないの。君がモデルになったらそれくらいちゃちゃっと稼げると思うんだけどな。奨学金借りずに済むし、それどころか好きなお洋服もいっぱい買えて、素敵で豪華なお食事にだって行けて、めちゃハッピーな生活ができるってのにな。でも、私がそんなモデルさんなんて。素質あると思うよ。あくまで俺の感想だけど。目指してみる価値はあるんじゃない。
詳しい話、聞かせてもらっていいですか？ふふ。ああ、もちろん。続きは、そこのお店で。マーシャルの匂いで飛んじゃう。